西武8500系電車は1985年4月25日に営業運転を開始した西武鉄道山口線の AGT 車両。本校では山口線 AGT 車両として当初計画され未成車両となった7000系電車についても記述する。山口線の AGT 化に際して導入された車両で1985年1月から 同年4月にかけて4両編成3本が新潟鉄工所において申請され、第1編成から順に V1、V2、3の編成番号が付与された。本系列は大手施設が保有する唯一の AGT 路線用車両でレオライナーの愛称を有する。形式の8500系は製造初年が1985年であることに由来する。 山口線は西部園遊園地の遊戯施設、おとぎ線として1950年8月に軽便企画の非電化路線として開業したものである。その後1952年7月におとぎ線を地方鉄道法に基づく地方鉄道として認可申請し山口線と解消した。軽便企画当時の山口線は周期点となる遊園地前駅。 ユネスコ村駅ともに既存の各路線と接続しておらず、運賃体系も西武鉄道の他の一般鉄道路線とは異なるなど、依然として有儀施設色の強い路線であった。1980年代以降、山口線は運行開始から30年余りを経過し、施設並びに運用車両の老朽化が問題となりつつ、あった。また、 1979年4月には、ユネスコ村に隣接して、西武ライオンズ球場が、西武ライオンズの本拠地球場として開場しており、玉子線方面から、西武球場へのアクセス改善が求められたことから、折しも更新時期を迎えていた、山口線を遊戯施設的な路線から、西武球場方面へのアクセス路線として、更新、整備することとなった。 施設更新に際しては、既存路線における、鉄輪鉄基乗方式とは異なり、コンクリート製機場とゴム製タイヤを用いた、AGT 路線として整備されることとなった。また、山口線は、AGT 転換当初から、ワンマン運転を実施しており、本系列の各種設備もワンマン運転に対応したものとなっている。外観は、 全長 8500mm の普通構成車体に 1100mm 幅の片開け客用扉を一両あたり片側一箇所ずつ車体中央部に備え扉両脇に配置された側面窓は上部に内寄れ式の開口部を有する二段窓構造である。全面形状は上下に傾斜をつけた直線的なデザインで非常扉を向かって左側に設けた。 左右非対称形状となっており、前面腰板中央部には埼玉西部ライオンズの球団マスコットであるレオをかたどった立体型ペットマークが装着されている。前面窓右下には編成番号である V1V3 のロゴが重複されている。前章刀は角型シールドビームで同形状の後部標識等とともに一つのケースにまとめられた。 全面窓中央内側には手動式の行き先表示膜を備える。車体塗装はアイボリーホワイトをベースに、側面腰板部に青、赤、緑の三色体が入ったライオンズカラーが採用され、西部球場をはじめとした系列レジャー施設へのアクセス路線用車両であることを示している。オールクロスシート仕様で、 青色モケットのボックスシートが1両あたり10から12脚装備されている。また、乗務員室後部の座席は先頭方向を向いて設置されており、全面展望並びにワンマン運転対応を考慮して開放的な設計とされた運転台仕切り壁の構造も相まって展望席の様相を呈している。冷房装置は室内機、室外機が別構造とされた。 三菱電気製 CU-24S を各社1機搭載し、床下に搭載された室外機から車内前後2箇所に設置された室内機に冷風が導かれる。なお、補助送風機としてラインデリアを併用しており、天井高さの関係で車内側面見部に各社4機設置されている。乗務員扉を備えた全室式の乗務員室とされているが、 前述のように乗務員室と客室を仕切る壁が全面展望並びにワンマン運転対応を考慮した開放的な設計となっている点が特徴である。運転機器は主管制御機とブレーキ制御機を一体化したワンハンドルマスコンをセーブに置いて初めて採用した。その他ワンマン運転関連機器に加え自動放送装置が搭載されている。なお、運転操作時以外は いたずら防止のためカバーをかけられるようになっている。また、軽敵は、西武鉄道で、初めて電子笛を採用した。空気笛は設置されていない。製造メーカーは、つ葉が担当した。制御方式は、日立製作所製の g t 押サイリスタ素子を使用した、VVVF インバータ制御機 VFHR105 を、中間車に1機ずつ、1編成あたり2機搭載する。 同種制御機はユニットを組む2両分の主電動機を制御する 1C2M 制御方式で低速制御が実装されている。当時の AGT 車両の制御方式は、直波制御と再ス体操制御が主流であった中、本系列は西部に在籍する車両のみならず、AGT 車両としても日本国内初となる VVVF インバータ制御を採用した。主電動機は、 日立製作所製の参照、交流加護型自由動電動機 HS36632 から0 h r b を各社に一機ずつ、車体側に搭載し、前後二軸を駆動する。駆動方式は、直角カルダン式で、カーブ区間走行時における内輪差を吸収するため、作動装置が組み込まれている。制動装置は常用制動を、改正制動優先とした。 電気指令式電磁直通ブレーキハードマイナス1である。台車はステアリング機構付け平行リンクユニット型一軸空気バネ式で1両あたり2台装着する。ゴムタイヤについてはブリジストン製とフランスミシュラン社製のものを併用している。終電装置は東洋電気製造製の第3機乗用 PT-68M。 a p t 6 8 p a を前後台車に左右各1機1両あたり4機搭載する。補助電源は HB-1200 電動空気圧縮機を西部球場前方戦闘車に東洋電気製造製 SVM45 から441衛星主権インバータを多摩古方戦闘車にそれぞれ1機ずつ搭載する。SIV も西部鉄道では 初の採用となった。保安装置は西部における他の路線と同じく自動列車停止装置を用いた手動運転方式を採用しており、イニシャルコストを抑制した。1993年4月より山口線並びに本系列の愛称がレオライナーとされたことに伴って、先頭部のレオをかたどったペットマーク直下にレオライナーのロゴが追加されている。 2000年代に至り、製造後15年以上を経過して制御機並びに SIV の GTO 素子の劣化が進行したため、2001年より制御装置をイグブと素子を使用した VVVF 制御機に SIV についても同様にイグブと素子を使用したものにそれぞれ換装する修繕工事が8521編成を皮切りに順次施行された。同時に、 車体の修繕や車内自動放送装置の更新も施行されている。前述のように、本系列は2両1ユニット方式で編成を構成しており、更新工事は編成単位ではなく1ユニット単位で施行された。ことから、更新過程においては、同一編成内に更新済みユニットと未更新ユニットが混在する例が見られた。また九百九十年代に一時、 ユネスコ村大恐竜探検館会館やプロ野球をアピールする目的で冒険3億年。ユネスコ村大恐竜探検館西武ライオンズ西武ドームなどの側面上部への文字ラッピングが施されていた。2007年度以降、車椅子乗車への対応及び混雑時の乗降をスムーズにする目的で、先頭車への釣り革握り棒の新設と一部座席の撤去。 立石スペースの拡大といった社内改良工事が開始され2009年度をもって全編成への施行が完了した2020年9月15日より8511編成を使用した SDGs ライオンズグリーンアッププロジェクトトレインが運行を開始西部グループが主体となりサステナビリティアクションの一環として実施するもので緑を地色に SDGs やライオンズグリーンアッププロジェクトなどのロゴを配した全面ラッピングが施されている。本系列を使用した理由としては、西武ライオンズの球団機が車体にデザインされていることや、本拠地、メットライフドームのある区間を走行することが挙げられている。2021年5月15日より8521編成を使用した。 西武沿遊園地ラッピング電車が運行を開始。西武沿遊園地リニューアルオープンを記念したもので、同所のコンセプトに合わせて、実際に1960年代に西武線を走っていた車両のカラーリングをイメージした全面ラッピングが施されている。ハンレー AGT への転換計画当時は 7000K を導入する予定であった。この 7000K は設計図や 完成予想図まで制作し、形式名まで決定していたものの、発注直前で計画を中止し、再設計して、本形式となった経緯がある。7 0 0 0系は AGT への転換計画が始まった頃に、自社の広報誌などで公開され、設計図や完成予想図は、当時の西武鉄道の車両関連の資料として、現在でも所蔵されており、2015年の横瀬での、 自社主催のイベントでは来訪者向けに7000系の完成予想図も公開されていた。西部7000系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。